この時間は日本対クロアチア、こちらの一戦をお届けいたします。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。天候の確認です、現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。クロアチア国歌お聞きいただきます。続いて日本国国歌です。北澤さん、4-5-1のシステムで今日来ているんですが、このワントップ、期待されるところは大きいと思います。出来不出来で全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね、やはりまずはボールが収まるということが必要になりますよね、はい、一番の役割としては点が取れるということだと思いますけども、はい、まずは起点になるということができないと、うん、役割を果たすことにならないですからね、はい、ワントップとしてそこにいる、そこでボールが収まる、そして攻撃につながる、もうこの役目かなり重いですね。そうですね、それをしてくれないと全体が押し上がれないので、うん、攻撃のスイッチにはつながらないですからね、日本笛が吹かれてスタートです。日本対クロアチア、サイド紹介です。向かって右側がクロアチア、そして左にエンドを取ります日本となります。サイドへのフィード。さて北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。ブロゾビッチでしょうね。やはりパスの精度が高いので中盤からの展開力という部分には注目したいですよね。ブロゾビッチが中盤でボールを散らしていくことで中盤から前線をつなぐ橋渡しのような役割を期待できますよね。はい、やはり監督も彼の活躍に期待していることでしょう。ペリシッチ上がっていく左サイド、クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。ソサからモドリッチ、上げる、クリアです。菅原、南野、板倉、森田へ、南野、さあ左サイドへ、主審ファウルを取りました。森田、前田、森田へ、森田から久保、シュート、リバコビッチ。板倉、このボールをカットします。今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね、スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。コバチッチからクラマリッチ、スルーパス、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。久保、
前半の中盤に差し掛かりましたが、まだスコアに動きはありません。久保から上田、右サイドへ振って、コバチッチ、もう一度組み立てます。ソサへパスでつないで攻め込んでいきます。動きましたよ、裏へのスルーパス、いいボールだ。これはオフサイドです。前田から左へ、裏を狙う、渡ります、いけるか、上げる、リバコビッチしっかりと抑えました。ユラノビッチ、モドリッチ、ブロゾビッチ、ボールのこのパス、伊藤、この位置で受ける、さあ左へ預けて遠藤へ、遠藤から右へ、久保、前田、菅原へ、スペースへ、ペトコビッチから右サイド、ユラノビッチ、素早いパスで攻め上がっていきます。クラマリッチからユラノビッチ、さあクラマリッチ、クロスが上がる、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。シュート、ボールはクリア、どうだ、シュート、コバチッチ、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。遠藤、板倉、菅原へ、谷口、森田へ、さあつながるか、ユラノビッチ、ここは読んでいました。モドリッチからクラマリッチ、ペトコビッチへ、ペリシッチ、南野、さあ一気にカウンター、南野から左サイド、いいプレッシャーです。さあ左へ預けて、さあカウンターを仕掛けます、出るか、さあ来たか、どうする、久保、大きくサイドを変えます、森田、スペースを狙った、伊藤へ、裏を狙う、南野に渡る、コバチッチ、ここからカウンター早いですよ、スペースへ、いいボールですよ、さあクラマリッチ、クラマリッチ、裏へ届くか、クラマリッチ、ユラノビッチ、どうだクロス、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。さあ北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。日本としては中盤の組み立てから最後シュートまでいい形が作れてますよね。ちょっとボールがうまく連動しているような前半でしたよね。日本対クロアチア、得点は動かないまま後半を迎えます。後半です。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。ユラノビッチ、グバルディオールへ、
ボルナソーサ、ボール入るか、ここはかわせません。菅原、板倉へ、谷口へ、さあ左サイドへ、前田、スペースへ、森田、南野、さあ右へ預けて、南野から久保、こぼれた、モドリッチ、ペトコビッチへ、引き上がってきますよ、グラノビッチからクラマリッチ、クラマリッチからモドリッチ、前田から右サイド、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。ブロゾビッチ、モドリッチ、カットに行きます。クラマリッチから左へ、うまいですね、スペースを使う、足元のクロス、遠藤、板倉、菅原へ、菅原へ、南野、森田、さあ左サイドへ、森田から前田、伊藤へ、浮き球を使う、さあ、なかったか、クロアチア、ここで1回目のメンバーチェンジです。サブスティチューションズテイキングプレイス、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。まあ少し無理してでもね、先制点を取りに行きたい場面じゃないでしょうかね。この時間での先制点、試合を決める一発になってきますよね。森田、抜ければチャンス、シュート、ブロゾビッチ、裏を狙う、抜けてくる、板倉、これはいい守備です。遠藤、板倉へ、森田、右サイドへ振って、さあ久保、さあ南野、菅原へ、森田、森田から右へ、森田から久保、久保、マッチアップのシーン、ペリシッチ、ここは笛が鳴ります。注意に終わります。Substitution for Japan. 日本はまだ選手交代枠を残しています。グバルディオル。ソーサへ、シュタロ、ユラノビッチ、この位置で受ける、どうだと呼んでいた。クロアチアとしては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないですよね。伊藤、スルーパス、鎌田、柔らかいパス、日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。マイエル、菅原、久保、グバルディオル、このボールに触ります。シュタロ、ユラノビッチ、シュタロ、ユラノビッチ、シュタロ、非常に持ち味を両チームとも発揮している試合になってますよね。日本、立て続けに選手を入れ替えてきます。サブスティチューションフォージャパン、ナンバー11、ナンバー21、カミングオンザフィールド、ナンバー22、このボール奪いに行きます。ペリシッチからのスルーパス、カットされます。
もう一度中へ、上田へ、組み立てながら攻め上がっていく、マルコ・リバヤへ、マイエル、ユラノビッチ、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。グバルディオールへ、マイエル、モドリッチ、さあ左へ預けて、ペリシッチ、裏へのスルーパス、ペリシッチが受ける、クロス、ディフェンスこれを読んでいた、久保、ペリシッチ、おいい形ですよ、ボールが上がる、試合終了、0対0、今日のゲームはスコアレスドロー、お互いに譲りませんでした。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。両チームがお互いの持ち味をしっかり出していましたよね。目を見張る場面なんかもいくつかありました。